前と一緒ならこっちだ。心躍るね。うん、空いてるね。次はパン屋すみっこ前。パン屋すみっこ前。パン屋すみっこではパンプルチョコがパン教室を開いて。それ撮りたいからちょっと横に。行くよ。はい、チーズ。ごま一緒でにしてて。
次は、閉まってた。もう閉まってた。
対最後だ、これ今日。レジ関係ないからこれで3000円やったらダメだ。そうだね。私メイドさん。エビぐらい見つけた。ママ、お一人1人5個までって書いてあるじゃん。5個。やっぱでもな。ここだよね、あの限定7周年のやつは。そうね。可愛い、泣けてくるぐらい可愛い。可愛いね。じゃあこれ見て、みんながギュウギュウしてんね。可愛い。可愛い。もういろいろトイレに飾りたいな。うまいな、トイレに飾りたいな、ミニアートフレーム全35種1万7500円。なんでこれ完売なんやろね。白くもめっちゃ残ってんだね。隅っこキッスも。これ量多いじゃん。そう。ペンギン少ないとかある？ペンギンのトンカツは一番人気ないと思うけど。マジで？でもそれからめっちゃ人気だと思う。でペンギンなんか2番手じゃないの？美味しいな。手取り可愛いな。手取り5個でよかったよ。な。
え、これいつまでやんのこのすみっこ店っていうか、そのここでの閉店までもうずっと手乗りなし、日1日の一番最初のあれ部があるんじゃない、これそういうことか。すみっこ店です。